アラスカ軍はアメリカ北方軍指揮下の組織、統合軍組織であり、ユスノース公務のサブコマンドとなっている。アラスカ防衛が任務である。アメリカ軍は1946年に防衛用の統合軍配置の検討を開始し、アラスカ防衛のためにアラスカ軍を設立することを決定した。1947年に統合軍として統合参謀本部下にアルコムが 設立、実動を開始した。1950年代後半にはソ連に対する防衛拠点として重視され、空軍のアラスカ航空軍団をはじめとして、戦力が強化されたが、大陸間弾道ミサイルの実用化とともに、適正航空機侵入の恐れは薄まり、重要性は低下した。1971年より、段階的に各軍の司令部組織が縮小されてきたが、 1975年6月30日にアルコムは一時解散し、アラスカの防衛は太平洋軍の分担となった。アラスカ防衛の統合司令部としてアラスカ統合任務部隊が設置されたが、これは常設の作戦指揮機構ではないため、能力が不足していた。1989年7月7日にアメリカ太平洋軍のサブコマンドとしてアルコムが再設立された。 アルコム指揮下の部隊は、通常は、ユスポコム、アルコムの指揮で行動するが、災害救援や合衆国家本土防衛、安全保障事案の際は、アメリカ北方軍アラスカ統合任務部隊の指揮を受ける。2014年10月に、アラスカ軍の指揮は、太平洋軍から北方軍へと移され、JTFAK も吸収される形となった。ありがとうございます。